ン。よいということで、今回ボーリング屋に来てるんですけれども、はい、ガターなしにしちゃって逆にストライク禁止にする。あーなるほどね。上も下も上も下も。今回の企画、スペアストライク禁止ボーリング。よっしゃー。スペアストライク行った場合、なんとチーム3-3の分かれるんですけど、はいはい、2リットルの半分を飲んでもらいます。あー、1回につきなんで、もう何回飲むかな。すっ、昨晩の動画で、企画で水2リットル飲んだんですけど、やってたね。吐いちゃうんですよ。チームで多分3回以上出したら、もう身に危険が及びます。うーわうーわやばっ。ボーリング下手な人、俺だけちょっと制御と一緒なのはやばいなって思うじゃないですか。だからそれが逆そこ関係ないから。あ、そうか。本当に上手い人だったら、あのわざと端っこ狙ったりとかできるから、ね、そう。あ、そうですね。それが俺、それが俺、それが俺。ということで、じゃあ運命のチーム分けです。グッドバーで分かれましょう。あー、できたー。やったー。やったー。お前らチーム対パラッパチームね。ふぅふぅ。レッツボーリング。揃った揃った。なんかガターがなしっていうのが高校生以上はできないらしくて、スペアもストライクもガーターもなしっていう。死ぬ。だから面白いんですよ。だからガーターは3連続パンパンパンって歌うし、相手チーム1人ずつ。ああ、そう、それでいこう、それでいこう。で、ストライク、スペアは飲む、はい、で、ガターは相手チーム3人からシッペアを3連続狙います。やばいよ、同じ人もやられた。結構ガターはやっていきましょう。よっしゃ。チームパランパ、意気込みをどうぞ。パランパ高校3年主将リボンです。このチームの目標は、なんとチームの目標は一度も行ったことない全国大会に出場することです。レクリーみたいな4番大輝の活躍でやっていただきます。よいしょ、よいしょ。9ポイント、9ポイント。しちゃったんで、半分までをサリ飲みます。ごめんなさい、ストライク出しました。いっつっ。オーケー。極限に勢いのスポーツなんで、はい、最終的に点数が低い方はなんと罰ゲームだ。はい、点数取っちゃいけないのに、点数低くても罰ゲーム。そういうことです。罰ゲームは、勝ったチームが命令した動画を撮って進まっていっぱいアップしてもらいます。ヤクルト40本の。
俺は2人で全部飲んだよ。ははははやばいや。待て、俺ら一人飲むやついなかった。あ、じゃあちょっと残そうよ、ちょっと残そうよ、全部いけ。あ、じゃあそうだね、ちょっと残そう。やばくない？俺だけツイッターじゃ収まらなくない？確かに結構尺長くなっちゃうからまあこれはサブチャンネルで編集しないといけないやん。サブチャンネルでこれは投稿するね、皆さん楽しみにしててください。一人吉野家もいけねえのに。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。